ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノミルク佐藤です。皆さんおはようございます。おはこんばんちはでございますね。いつ来たかわかんないかね。はい、ということでございますけれども、先生、 J リーグ始まってなんか一個落ち着いた感ありますよね。ちょうどねこの週末のところで、うん、あのお客様も入場できるようになってって、ね、はいはいはい、なんかこの超序盤戦っていうところが、うん、まあなんとなく一段落かなってのはちょっと思います。ああ確かにどうなんのかなとかね、交代枠の問題とか開催、ね、の問題とか放送どうなんのかなとかね、なんとなくこういうのが続いていくんだなっていう日程も含めて分かりました ね最初だからやっぱりルールとかもなかなか難しくなったし、はいはいはい、ね、レギュレーションね、でこんだけ試合数がずっとあるから、はい、全部見られてた人とかもうほとんど少ないと思うんですよ。まあそりゃそうでしょう。でもね、はい、なんでちょっと超序盤をなんかざっくりこう、うん、ワンツースリー振り返りながらやっていきたいなと思って。おお、なるほど。うん、ああ嬉しいございます。ちょっとやってってみましょう。はいはいはい。じゃあ J1 からこう1行って2行って3行ってみたいな流れちょっとやっていきましょうかね。わかりました。はい。じゃあ J1 から振り返っていきたいと思います。うんうん、まあ、今、まあ、順位表みたいなところでいけば、はい、まあ、1位が今川崎フロンターレ。そうですね。4試合終わって、まあ、3勝1分け、はい、うん、無敗というかの状態ですね、はい、うんうんうん、しかもこの1分けしたのも、うん、一番最初なんですよ、中断の前。そっか、中断後全勝ってことですか。そうなんです、唯一のチームだと J1 の中で、ね、はい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 、そう考えるとこの中断川崎にとっては良かったってことになるかもしれませんね、うんうんうん、タイミング的にはその通りですね。しかも鮮やかなゴールといいますかね、こう見ててもこう華やかな勝ち方ですもんね。そうですよね、なんか、うん、明らかにこう相手のディフェンスもしっかり全部ねじ伏せて取りましたって。あ、そうですね、なんかごちょごちょっとしてガチャッと頑張ってみたいなことというよりはね。そうなんですよ、うん、技ありおねみたいな感じです。罪ですよっていう感じですもんね。そうなんですよね、まあ、あと第4節はちょっとジェジエウ選手の怪我もありましたがはいはいはい、とはいえ、うん、登里選手、大島選手あたりとかを、うん、あのフル出場させないってことにも成功してたので。なるほど。でしかもこの後中村健吾、小林優あたりが怪我から明けて帰ってくるんですよ。そう、なるほどね、うん、いろいろ選手も回しながらスタミナも温存しながら勝ってきてるってことだもんね。そうなんですよ。ああはあ、はあ、それでいて例えば旗手三笘あたりのこう大卒ルーキー組だったり、はい、あと宮代原田みたいなその高卒2年目組とかが今台頭してきてたりするので、うんうんうん、しっかり試合にも出してると。そうですね、充実してますよね今は。そうだよね。そうですね、うん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 、それ以外で言えば無敗で今続いてるのが、まあ、2位の浦和と5位の名古屋ですか。はい、負けてないのはこの3チームってことね。そうなんですよ、うんうんうん、浦和が3勝1分け、名古屋が2勝2分けっていう感じ、ね、はい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 。特に浦和はやっぱり興梠選手、レアンドロ、あ、ごめんなさい、レオナルド選手の2人いると、うん、まあやっぱ強いなってのは間違いなく見てても感じますよね。ついに第4節には2トップできましたからね。いましたね、あとその中でもこう支えてるのが守備面で橋岡選手、はい、そしては攻撃面で山中選手が、うん、両サイドバックがちょっと輝きまくってるので。そうですね、今年4バックにするって言って最初は不安視されていた、例えばサポーターの方とかのメディアでの声とかもありましたけど、はい、そのサイドバックにやってるこの2人こそが今輝きまくってるので、うん、まあ、間違いないというか、これ4バック今のところ成功してるんじゃないのかなって言えそうですよね。はい、うん、あとね、はい、これ皆さんに伝えたいのが、そしてマーさんも覚えててほしいのが、はい、5位の名古屋なんですけど、うんうん、不安、ここ一番不安視されていたのが、はい、あの去年までこうもう絶対的主力だった右サイドバックの宮原選手が、はいはい、怪我しちゃってて今、うん、その代わりに、成瀬俊平選手が右に入ってるんですよ、高速2年、はいはい、彼がねめちゃくちゃいいんですよ、うん、今。ああそうですか。そうで、守備面であいつまだ軽いからっていう、なんかあのいろんなそういうツイッターでのコメントとか見るんですけど、うんうんうん、今ねタックルランキング1位なんですよ、4節終了時点で。あ、そういうデータもしっかり出てると。そうなんです、だから、うん、守備軽いとかじゃない、一番強いですよって話になっちゃってるから。はあ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 、橋本健人とか井出口洋介みたいな、その日本代表組を抑えてトップなので、これはすごいですね。はあ、はあ、はあ、評価されるべきということですね。そうですね、一気に台頭した選手だなとも言えるかもしれません。チームでの失点も4と少ないですもんね。そうなんですよね、だから今年ちょっとこのまま、名古屋すごく注目のチームになっていくんじゃないかなと思います。
あとはね、好調なのがやっぱセレッソとか広島とか、うん、まあ、大分、この辺りも強いなと思いますし、うん、あと躍進、6位7位ね、あと躍進してるなと思うのは横浜 FC ですよね。と今10位につけてますもんね、うん、なかなかやっぱり今年開幕時点ではちょっと厳しいんじゃないなんて声も言われてましたけど、なんか、ね、横浜 FC も、うん、あのこの中段があのいい風に向いたらしくて、もともと4バックで、もう時間なかったからそのまま去年の流れで4バックにしたっぽいんですけど、開幕の時点では、うんうん、ただこの中段期間の間で、下平監督めちゃくちゃ考えて、その結果もしかしたらうちサイドバックサイドハーフはまだちょっとまだ足りないのかもしれないって思ったらしいんですよ。ほう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 。これ記事として上がってるんですけど、はいはい、それで、あ、うん、だったらサイドをワンポジションだけにするためにウイングバックにしちゃおうってので、それで3バックにして、あとはエースキラーの星を入れてみようっていうパターンをやったら、今それが今のところ良かったと。ハマってる。だから J2 の時とは違う戦い方してきてるってことなんですね。そうですね。で、持ち味も前線も出してますもんね。また一味と斉藤光輝が面白いし、はい、あ、同じく戦術で言えば、あとは8位ガンバ、9位札幌、あと11位仙台、この辺りですか、この辺りをめちゃくちゃ、今のところはうまくいってるのかな。ガンバはちょっと最初危なかったですけど、フォーバックにした第4節がすごく良かったので、はい、こうなっていくんじゃないのかななんて思ってたりしますね。あとは鹿島、清水あたりがまた心配ですが、このあたりはまたレビューでちょっとお伝えしていければなと思うので。あ、毎週月曜日が一応ね、レビューみたいな。そうですね。うん、試合終わった日の次の日、または週明けのこの月曜日、ここら辺でレビュー生配信でやってますから、皆さんぜひと。はい。ミッドウィークの時はミッドウィークにもしっかりレビューしてくれると先生、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。忙しいのにね。いやいや、あとちょっと J2、J3 もちょっと見ていきましょう。はいはいはい。じゃあ順位表出しましょうね。J2、こちら。はい。はい、出ました。ありがとうございます。うん、はい。J2 が1位。うん、まあ、大宮ですけど、まあ、ここは1位というよりも無敗組を見ていきたいなと思っていて、1位の大宮、長崎がそれぞれまあ6得点、1失点、7得点、2失点というのでいるんですけど、いいですね、締まってますね。そうなんですよ、うん、でも、ね、実は無敗ってもう2チームいるんですよ。はい、町田と甲府は1勝3分けなんですよね。9位にいますけども CS 少ないからね、はい、負けてないんだ、はい、負けてないんですよ。そう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 、1位の2チームと9位の2チームだけが負けてない。そうなんです。面白いね。面白いですよね。そう、そうですか。で、その中で今年ちょっとこれは面白いぞと思うのが、うん、はい、やっぱね、町田ゼルビアなんですよ。はいはいはい。4試合やって1失点。おー、すごい。これすごくないですか。勝った。勝ったいでしょ、うん。しかもそれ PK なんですよ。おー。アルディージャと町田ゼルビアしかないもんね、1失点のチームは。そうなんですよ。はいはい、首位の。で、大宮は、うん、あの開幕戦で水戸の山田浩太選手に、まあ、流れの中からではあったんですけど、はい、町田の場合は PK の1点の1失点のみなので、まだ流れから取られてます。この硬さがすごいぞ。すごいことだね、これは。これはちょっと別格かもしれませんね、うん、今ね。やっぱ守備を強化というか、意識してるんでしょうね。そうでしょうね、うんうん、このチームはこう注目だと思います、うん、はい、あと同じようにやっぱりこの中断期間でよりディフェンス力高まったと言えるのが千葉とか京都なんですよ、はい、ほう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 、あのそもそ も、はい、もこの間千葉は第4節で失点ありましたけど、千葉8位ですね、はい、はい、千葉京都あたりは、うん、京都4位、はい、ディフェンスの面々のそのデュエル勝率がバチクソ高いんですよ、うん、へえ、バチクソ高いんだ、バチクソ高い、だからよほどのことがない限りは負けないっていうレベルで、はい、両チームとも失点まだ2なんですもんね。そうなんです、そうなんです、4位と8位ですけど、はい、そうなんですよ。面白いですね、失点だけで見ていくとね。そうなんです、うんうんうん、でちょうどその千葉はこの間の栃木の矢野貴章選手に1点取られたんですけど、はいはい、これがもう想定外というか、うん、あの千葉のセンターバック2人もジャンプして戦ってるはずなのに、うん、それよりも矢野選手の方が頭1個分上にいたっていう。なるほど。これも身体能力の問題なので、戦術じゃなくて、これはもう無理だな。クロス精度とね。はい、はい、うん。そこはもう仕方ない、多分割り切ってるんじゃないかと思うので、うん、まあ、そういうことが起こらない限りは芝も失点しないし、あと大宮、ね、長崎なんかもそうだし、続いてるなと思いました。この辺がデータから言うと突出してる J2 の今の傾向ということですね。そうですね、あとは攻撃面で言ったらもう新潟とか、面白い、徳島とか面白い試合見せてくれてるもんね。そうですね、あと大健闘してるのが今年小学組になってるのギラバンツ北九州、はいはいはい、
若手の躍動がたまらないと。印象値でいうとギラパンツ1位な感じしますよね。しますね。面白さでいうとね、得点の美しさというか。はい、そうなんですよ、うん、あと今年はやっぱり降格がないっていうのがまた面白いなと思っていて。あ、それは大きいですよね。はい、で J1 だったら今の清水とか鹿島とかとマリノスあたりも大改革やってるなってなんとなく思うんですけど、うんうんうん、ああそういうことね。なるほど、はい、で J2 で言えばやっぱり琉球とか、うん、ヴェルディあたりがその傾向が、あと群馬か、そこのあたりがやっぱ強くて、ほう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 、やっぱりそう考えてみるとやっぱり順位にはまだ現れてないんですよね。はいはい、順位に現れないところで今がっしりだから今整えてるんだなってことを考えると、うん、今は確かに勝ち点につながってないけど中盤戦になった時これがどうだってところ、なるほどね、注目したいですね。そしてやっぱり志高く先々のこと考えてやってるチームとどう差が出てくるのかみたいなのも面白いのが今シーズンは。そうですね、目の前の勝ち点3よりもっていう。そうなんですよ、うん、でね、これ今僕やってることがあって、はい、全得点シーンは今図解化してたりだとかするんですよ。はいはいはい、J1、J2、J3 問わず、うんうん、でそれをだからチーム別にこうまとめたりだとかして、はい、なんか今こういう傾向があるからってので、なんか一つの動画、各チームごとのなんか今年の戦術これだみたい な, なんか動画作れたらなーなんてちょっと今思ったりするので、うん、なるほどね、まあ、さん一緒によろしくお願いします。いやいやいや、ちょっと楽しみにしてますよ、はい、ありがとう。あと J3 じゃあちょっと見ていきましょう。はい、いいね、これ今回分かりやすいですね。いいですね、パッとパッとこう集約してくれますからね。はい、出ました、 J3 の順位表こちらです。はい、J3 はちょっと1チームだけ異常に突出してるチームがありますね。はいはいはい、8得点0失点トップのブラウブリッツ秋田、強っ強い、これはこれは強いですよ。これ秋田は3シーズン前のチャンピオンでしたっけ、2010、そうですね、3、4試合前にありましたね、はい、ですよね、はい、うんうんうん、で今のところ4得点2得点2得点みたいな感じで、ね、はい、本当にすごい形でやってきてますから、うん、やっぱり秋田がすごいのは、これレビューでも結構話すんですけど、はい、中盤の選手とかサイドバックの選手ですら、はい、もうセンターラインからもうゴールなんですよ、狙うのが。おー、ほう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 。もちろんその方法はダイレクトでシュート打っていくとか、うん、まあ、ドリブルで突破していくとか、まあ、いろんな形式はありますけど、はい、ゴールしか見てねえなっていうぐらいのレベルなんですよね。それだけ落ち着けてるのがすごいなと思いました。やっぱりデータにも出てきてる、秋田の尖ってるところはちょっと尖りすぎてますね。うん、ただそれでいて、守備がやばいんですけど、よりやばいのが攻撃じゃんって、より守備の方がやばいんですよ。失点ゼロ、うん、でその中でもう3節までの今のところのベストプレイヤー、僕ちょっと紹介したいんです。はい、ベストプレイヤーもういっぱいいい得点とかも生まれてたりするんですけど、うんうん、はい、今 J3 でダントツナンバーワンの選手が、はい、秋田のゴールキーパー田中雄大選手です。おー、あ、そうですか。そうなんです、まあ、無失点だからっていうのも、まあそうだよね、簡単に言えばそうかもしれないけど、うんうん、逆に言ったら3試合連続で枠内に飛んできたものを全部止めてるキーパーって半端じゃないくないですか。いや本当ですよ、このままいったらサッカー界の伝説ですよ。伝説ですね。そうなんですよ、うん、あとやっぱり田中雄大さんといったら相模原でね、川口芳勝選手と一緒にこう修行してたといいますか、うん、背中を見て育ったところもあるわけですよね。そうだと思うんですよ、うんうんうん、やっぱり怖いシュートってこう見てる中でもあるじゃないですか、うん、ああ今ここに入られてここにシュート打たれたらちょっとやばくないなんてシーンあるじゃないですか、うん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 、そんなシーンの時の田中雄大選手のポジショニングがすごくて、はあ、ああはいはい、こっちに打とうとしてんのねっていうのでちょっとずれるんですよはい、はい、一歩ぐらいとか、はあ、だから簡単に結構止めるんですよ、うん、ビッグセーブじゃなくて普通にポンとキャッチするっていうのが、うんうんうん、それだけこうポジショニング含めて彼のその読みとかこの練習含めた上で培ってきたものがすごいんだなってことを改めて思わされましたね、うんうん、なりますかね、記録出しますかね、これね。いやちょっと楽しみですね、うん、そして2位の熊本、はい、こちらが今 J3 の中で最も得点してるチームになるんですよね。9得点、うん、そうなんですよ。大きいマジック今大成功中の状態で。そうですか、はい、中盤の選手たちはサイドバックにするっていうことがあったんですけど、はいはいはい、結局サイドバックのスタメンになってる2人が今2得点してて、あとは今年ね、浅川選手とか、そうですよね、あと北村選手なんて去年
2桁取ってる選手が3人いるっていうチームでありながら、はい、このロアッソ熊本で今一番取ってるのが点得点取ってるのが大卒ルーキーの高橋選手なんですよ。うわー、そっかー。でしかもその高橋選手の何がすごいって、今ツートップで組んでる谷口選手だったり、うん、サイドバックの選手たちとの連携があまりにも絶妙にうまいんですよ。はいはいはい。俺ここっすみたいな感じというか、うん、で明らかにそのサイドバック組もあ高橋君あそこだってのでクロスを送ったりすることが多くて、うん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 、連携が高まってるなと思わされたチームですよね。へえ、これ強いな。強いね。また違った強さですね、秋田とはね。そうなんですよ。はあはあ、あとさっき の, そのレビューとかでね、はい、とかあと各チームごとの動画また作りたいって話なんですけど、はい、ちょっと異常なことやってるチームが何チームかあって、ゲスリーに、うん、異常、ちょっとあの J2 のモンテリオ山形もちょっと似た系譜があるんでお伝えしたいんですけど、ほうと、あとアスルクラウの沼津と、あと AC 長野パルセールなんてのもそうなんですが、ほう、相手の攻め気をなくさせるっていうディフェンスしてるんですよ。攻め気、気持ち、そう。どういうことですか？あのこれ、うん、こういろんなね、皆さんいろんな仕事とかもあると思いますけど、はいはい、なんか仕事とか勉強とか、まあ、部活とかもやってて、はい、なんか、はい、ああ俺今この時間でダメかもしれんってなる時ってありませんか？いや誰しもね、やっぱあると思いますよ、それは。はい、それをサッカーのこの90分の中でやらせるんです、うん、相手に。やらせる。で、ああ俺ら今日ちょっと今入らないかもしんねえわっていう。うん、それ思わせた瞬間に、うん、はい、行きまーすと、本気し始めるんですよ。うん。それまでもひたすら受けて、うん、やるならもう強いて言えばセットプレーの時しか攻撃しないぐらいのレベルで、うん、自らアクションすることないけど、相手がちょっと攻撃諦めたなっていうタイミングで、はい、スタートしまーすっていう話。なるほどね。その受けるとこから始めるってことね。そう、あえて。しっかり塞ぎ切って、相手がちょっとふっと疲れを見せたあたりに、うん、攻勢。いけいけどんどんす。へぇー。そう、そういう90分での駆け引きみたいなのが。そういうことですね。確かであると。結構すごいなと思って。そういう見方でじゃあ見ればいいのか。そうですね。まあ、これの真逆やってんのが、例えば藤枝舞 FC とか。ああ、もう最初から行ったるぞみたいなね。行ったら YSCC とか。1分で入れてたでしょ、この間。そうね、ありましたね。ねえ。オフェンスなんかも結構早かった時あったよね。そうですね。あとは、ま、あとは、あんだけ守備やってたけど J2 町田なんかも実はそうだったりするので。うんうんうん、うん。イケイケどんどん系でハイテンションやってきますから。取られたら取り返す。みたいなね、うん、あそう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 、もう本当にだからあらかじめ分かってるとまた面白いかもしれないね、対戦相手の。そうですね。なんで今年の、うん、そうなんです。だから今年の各チームのこうキャラクターだとかってこともなんとなく分かってくると思うので、はい、スカウティングだったりレビューだったり我々やってますから、それもぜひぜひちょっと皆さん聞きに来ていただけたら嬉しいなと。面白いっす、はい、ね、思います。はい、分かりました。ということでございまして、まあ、4節と3節を終えた J1 から J3 まで先生にね、はい、説明してもらいました。まあ、ちょいちょいちょっとね、全体の流れ順位表トークもお願いしますよ。ぜひぜひぜひ、ね、あとはね、先ほど言ったその、はい、各チームごとのその、はい、チーム別のレビューみたいな感じで戦術解析とか、はい、あとはあの各代表組、あの東京オリンピック組とか、はいはいはい、最近合宿やってるあのパリオリンピック世代とか、うんうん、あとはフル代表世代なんかも一体どんな、成績今残してんだろうって選手別まとめみたいなこととか、データマンのね、頭の中っていうか、はい、あとはこのやっぱ新シーズン気になる若手チェックみたいなこととかもやっていきたいなと思うので、これは J リーグもね勢い出てきましたけど、先生もまたクレイジーデータマン度がもうキレキレになってまいりましたな。いや悪い笑い、いやこれは嬉しいことですよ、私として。はい、また情報くださいね、皆さんも、はい、よろしくお願いします。今日も聞いていただいてありがとうございます。チャンネル登録ぜひしておいてください。ということで、ミルクサッカーアカデミー、また明日お送りします。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。レビュープレビューも生配信やってます、どうぞよろしくお願いします。お願いします。さようなら。ありがとうございました。